え、皆さんどうも楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。え、本当にこの神の子、神の祭りも10周年ということで、本当にたくさんの皆さんに支えられて、今日まで、来ることができました。また、今後もですね、皆様から愛される、お祭りにしたいなというふうに思っております。神川中央支部スタッフ一同、メンバー一同、これからも一生懸命、頑張っていきますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう今日神の祭りが10周年ということで、実はちょっと今日も本当に僕も初めてのことなんですけれども、実は今度よさこいの仲間からですね、親方、今日実は僕はプロポーズをしたい。え、俺もやったことないよ。そんな風にですね、今朝言われまして、お、そうか。そんな、今日プロポーズをしてくれる石岡正幸。そしてお相手は記者の大臣かなこちゃん。イエイ。かなこちゃんはね、今日でお話聞きますと、踊り納めということで、そんな思いもありまして、メンバーからも先ほどご苦労様、お疲れ様というような声も伝えておりました。それじゃあ皆さんもぜひ証人になっていただけますか。ありがとうございます。じゃあまさに、こんな俺にいつも温かい笑顔をありがとう。これからも大事にしていきたいと思うので、僕とよかったら結婚してください。ぜひお二人幸せになっていただきたいなというふうに思っております。今日本当にまた、クリスマスイブということもありまして、こんなメモリアルな、神の祭りを皆さんと過ごさせていただきました。その感動を俺もまた来週そんな思いもですね、今日皆さんと一緒にまた最後神のって盛り上げていきたいと思います。二人の、これからのいやさかって言うんでしたっけ。やさか、やさか、やさかね。ぜひこちら。